何やつだ、ギャレもいらっしゃいね、巡回してた、ずっと他の放送をで面白いし、佐野さん誕生日らしい、あ本当に、消毒いらっしゃい、うなちゃんもじゃあ盛り上がってんの、あいつどう、うなちゃんもゆっくりいらっしゃい、あ今日誕生日になったばっかだ、そうだよな、あいつ29日だったっけ、28日じゃなかったっけ、あれ29日だったっけ、10月の29日今日、そうなんだ、消毒もいらっしゃい、うん、あ、しっかり劇もいらっしゃいね、酒飲めら仮想枠見てた、あーすいませんね、僕やってなくて、最近ちょっと怠けてるよね僕ね、すいません、なんか前までねすげえ枠開いてたけど、最近ちょっと枠開いてねえよな、あんまな、申し訳ない、ただ単に歯が痛い、マジで、うん、ここ最近は歯の痛み、なんかね全体的に顔が熱持ってる、痛みはないの、痛みは抑えてるから、痛み止めで抑えてるし、で可能止め飲んでるけど、抗生物質飲んでるけどダメだな、うん、老人元気かな、時計ナックル元気だろ、うん、この前も誰かなんか見てたっつって、飲んだ方がいいのかな、抗生物質、飲み物も買ってこなくちゃいけないし、まあ、ちょっと明日はすごい放送ね、回せねえからさ。あれこの人、香川よりトークうまいやん。僕、あ、春さんいらっしゃい。俺が香川と、まあ、これはね、人の判断だからな。香川と僕がトークどっちがうまいかっていうのは、もう本当に人によっての判断だから、香川ってゆっくり話すやん。多分、トークが。で、特になんか、賢い風な、風をよそって喋るでしょ。でも、配信者で賢いやつなんていないでしょ。うん、だっていたらインターネット生放送なんてやってないと思うし、じゃない、普通に仕事してると思うし、こんなネット放送で顔さらしてね、みんなに向かって喋ってないと思うし、いくらお金が稼げるとはいえね、うん、なんでいないと思うんで、くだらないことをここで喋ってる方がいいと思うけどね。今後どんな治療をするか、とりあえずこの刺し歯、これ刺し歯なんだけど、全部抜いて、で奥の歯ダメになってる歯も抜いて、まあ上の歯は全部取るんで、入れ歯にする。で、下の歯は、歯周病らしいから、歯周病治してもらって、なんか親知らずがあるらしいから、親知らずを、取る。うん。なんか言われた。親知らずがあるって。うん。はるちゃん、行く行く。セラミック金ないよ。うん、トロカフェソースも飲むもんがないんだよ。見たたに、うん、ねえねえ、でこれからはね、11月からなんだけど、毎日歯磨きしてきたよ、いやしてきたけど、割れた歯をそのまま取ってるから、結局それが映ってるだけよ、数百万かかんない、かかんない、かかるわけないでしょ、だって別に入れ歯にして歯治療するだけでそんなかかんない、うん、ほとんど抜歯、うん、てかほとんど抜歯にしてもらう、どれが一番頭がいい？どれが頭がいいと思うよ。すごく多分勉強してきたというか、本をいっぱい読んできたなと思う。ただ、なんか難しい政治家が伸びてるのと変わらず、海外の話とか結構するじゃん。でも日本の文化とかがいろいろ違うのに、海外と違うのに、それを海外の話を持ってこられても、なんか頭でっかちの人みたい。滑舌悪いな。歯が悪いから今。もちろん保険適用の入れ歯にする。もちろん。まあ、わかんない。収入が今少ないから考えてる。うん、今の差し歯に連結して固定してもらったら、ダメ、無理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 。歯抜く、アロン。本当にダメなんだよ。番長いらっしゃい。イコマちゃん、パロいらっしゃい、うん。もう歯が全体的にダメだから、全部もう、できれば全部抜いて、そう入れ歯にしたいぐらいだけど、多分やってくれないと思うんだよね、生きてる歯。うん、あ、下の詰め物は保険が効かないんだ。まあ、保険効かなくても、まあ、なんとか、とりあえず直す、うん。大久保さんいらっしゃい。想像しただけで痛いよ。まあ、とりあえず直す。インプラントは無理、金がない、刺激化機器。本当に。俺だって、刺激化機器。俺、今回換金したの、いくらだと思う？今回換金、僕なんと16万円だからね、16万
今回換金、あのフワッチポイント16万円、24だと思うし、16万英会いらっしゃい、本当に。で、今までの平均収入ね、本当に。で、先月が、じゃあ先月106万、僕。先月106万。今月16万だから。換金が。マジで。なんで、金ないっすもん、本当に。冗談抜きで。で、106万全部使っちゃってるんで、僕。英会いらっしゃい。使ってるんで、それはもう本当に、ね、9月からの放送が、じゃあ9月からの放送がろくでもない放送してたでしょ。病んでメンヘラになってホテルに9日間と、泊まったりとかしてたでしょ。やったでしょ。いやもうね、そうやってたでしょ。でまあ金をバンバン使ってたし、まあ当時付き合ってた女にもバンバン使ってたし、まあそんなやってたや。でまあ病んでさ、たださこんななっちゃって、そりゃなるよ。ガチだっつうのよ。ガチ。まあそんなのあんで、来年の税金も後っといてる、それはマラカス。マラカスいらっしゃいね。ハスガいらっしゃい。でまああとね、今までいろいろやってきたでしょ、俺は。原付配信もそうだし、心霊配信とかも、いろいろね、外動いてきたけど、まあ動かなくなったでしょ、病んでて。なんで、まあね、今月はちょっと、まあ、動けないけど、充電期間があるので、ちょっと動けないですけど、11月からはね、一生懸命ね、自分の配信を取り戻すためにやっていこうと思うから、まあ今はちょっとね、充電期間じゃないけど、少し落ち着いて、まあ歯の痛みもあるし、うん、X ジャパンいらっしゃい、解放いらっしゃい。なんで、掃除いらっしゃい。節約モード、いや、これからは節約する。これからは節約してくれ。でも節約しないと生活ができないよ、マジで。あ、ねむねむありがとう。お花火ありがとう。佐野さんが、そういればお誕生日プレゼントにくださいとのことです。知らねえよ。ねむねむありがとう。助かります。ありがとうございます。ホースいらっしゃい。ねむねむ久しぶりにね。はい、本当に。ねむねむカタカナだから、ひらがなのねむねむさんは、あれだから、ミュータソンドールのリスナーだから。ありがとうございます。まあ、頑張るよ、ちょっと。ね。まあ、ちょっと、普通の放送をしていかないといけないし、ああ、喋れ。入れ歯になったら、俺はちょっとごめんだけど、入れ歯になったら、3日に1回はちょっと切れ毛やらせて。ぬるりいらっしゃい。3日に1回。3日に1回、たぬき配信やって、そんで、てめえ、こんやろってやって、この、ウェブカメラに、こうやってガツってくっつけるのが目的だから、そうそう。てめえ、こんやろあんま舐めてんじゃねえぞパッってやって、ガツってやるのが目的だから、それ、マジで。それこそ決まっただろ、本当に。決まったいや、ないだろ、いないだろ、今まで。やりてんだろ、本当に。無料取る？その時はね、僕を吹き出せるようなコメント打ってくださいよ。ドラいらっしゃい。カメラぶっ壊れる？やりたいだろ。いいだろ？そういうのをね、楽しみにしてる人もいいんで。想像するだけでウケる。お願いしますよ、本当に。いや、本当に。それなんて読むの？アジュナって読むのかな？ごめんないよ。毎回。すいませんね、読めなくて。あ、ないっすね。元気出てきてよかった。そうだね。まあ元気出てきた。まあ何が原因だったかというと、ただ病んでただけだけど。アンジュナね。ありがとう。アンジュナな。ちょっとな、これね。アンジュナって打たないとわかんないからさ、俺、バカだから。ごめん、打たないとわかんない。10でいいのか。10。これだな。で、ハート。
いいや、こっちのハートでいいや。これね、打たないと分かんない。はい、これでいいな。安住な。はい、すいませんね。うん。よろしくお願いします。ココピコいらっしゃいね。デラベッピンさんもいらっしゃいね。デコの光が半端ない。あ、これ？すいません。これデコじゃないから。シーナいらっしゃい。これデコじゃないからね。ここは。頭っす。んで、どこがデコかっていうと、ここまでだね、デコは。こっからは頭っす。こっから頭。なんで頭は光ってるだけなの、これ。すいませんね。椎名悟もいらっしゃいね。まあ、この時間帯人が少ないんでね。そう、シワがつくところまではデコだから。覚えといて、みんな。あ、番長、笑ってんね、ほんとに。バカにしてるね、番長。デコじゃないんだから、頭だっつ。シワつい、あ、シワじゃなくて、光ってんのね。うん。あ、ふわふわもいらっしゃい。お花畑もいらっしゃいね。進行している？うん。で、11月ね、ちょっと、あとでネットでググってみるけど、紅葉の季節なので、栃木群馬に行こうと思ってます。栃木群馬にね、そんで、紅葉配信をやろうと思ってる。んで、ファーウェイの携帯電話があるので、紅葉配信をちょっとやろうと思ってて。はい。ええ、いらっしゃい。紅葉配信ね。まあ、これはもう予定通り。まあ、もう、今回なんか紅葉遅いよね。遅い。だいたい10月の終わりから11月頭ぐらいでしょ。あ、茨城なので、ぜひね、リア凸禁止ってわけではないから、リア凸を募集はして、あ、募集というか、リア凸 OK とも言ってないし、ダメとも言ってないんで、別にリア凸 OK なんでね。はい。ただ、あんまの、なんか、荷物になるものを持ってこないでください。お願いします。邪魔なので。はい。気持ちだけでありがたいです。あ、TA さん残すよ、全部。録画残す。長野もぜひ。な、ドラ長野の長野か。ランハゲはいるからな。あそこ、妖怪ヌラリションが住んでんじゃん、あそこ。11月初めから寒くなる？まあ、防寒対策は大丈夫でしょ。本当に。やっとしばける。まあ、いつでも来いよ。まあ、口だけだから。何？中、何？なんていうことそれ？み。ゆうごさん、なに、ゆうごさん、季節感があって素敵？紅葉。そうだね。冬場。そうだね。まあ、これからだよね。これから。あ、ぬらりちゃんは隣の人なんだよ。ドラのところ。中禅寺って言うんだ。あ、ワークマンで防寒のズボン買ってない。今度はちょっとバイク屋行かなくちゃいけないから、バイク屋行った時にワークマン近くにあるから、そこで買う。ランゲとコンボはコラボしないよ。伸びすぎたら伸びてやらしちゃう。しないしない。申し訳ないけど。まあ、相手がすごい本当にストーカー並みに。ああ、痛えな、歯が痛い。まあ、準備は万端にして、はい。まあ、何も失ってしまう、もうすべて失ってしまったんでね。ただ、残ったものは、俺ね、ほんとね、お金も失い、ね、長年付き合ってきた女も失い、最近できた女も失い、まあ失いじゃないね。違うな。お金も失い、長年付き合ってきた彼女と自分から別れ、そして最近できた彼女と自分から別れ、歯を失い、トイレの電気は未だに、消えたままで失い、ね。清潔好きだった僕が部屋はもう荒れまくり、ね。もう僕はもう失うものがなかったわけよ。残ったのは、モテ期。アーモンド恋しらっしゃい。今、本当に俺、モテ期で、マジで、冗談抜きで、びっくりする。配信者からも、じゃあ、配信者からも、本当に冗談抜きで、代表的な人だと、和製ちゃんっていうね、女の子がいるんだけど、僕、マー君と最近まで付き合ってた子かな。和製ちゃんとかこうやって、ね、手間やってくれとかなんか言ってんだけど、最近、よく。和製ちゃんとか、まあ他の配信者もそうなんだけど、何人かちょっといるんだけど、そういう配信者とか、なんと、うちのリスナーからも、いや、マジで。ただ、ごめんだけど、興味がない。女に興味がなくても、じゃあ、女に興味がないのよ。
本当に。あからくにできた俺。嘘 ?16 歳それはやめてよ。ショックだから。うん、本当に。